内心は34アミノ酸残機の多管式抗菌ペプチドであり、食品の保存料等に用いられる。ランチオニンメチルランチオニン、ジデヒドロアラニン、ジデヒドロアミノブチル酸等の異常アミノ酸を含むが、これらはペプチド栓具体の翻訳後就職によって導入されたものである。これらの反応の中では、リボソームで合成された57アミノ酸調のペプチドが、 最終的なペプチドになる。セリンやスレオニンに由来する非宝はアミノ酸やジデヒドロアミノ酸に酵素によって付け加えられた。システイン残基は複数のチオエーテル結合を作る。内心はラックタコカス、ダクティスの発酵によって生じる。商業的にはラックタコカス、ダクティスの牛乳やデキストロース等の天然ワイでの培養大麦上中カ由来発酵を麦エキスの 発酵によって得られ、化学合成されることはない。グラム陽性菌の成長、特にが法からの成長を抑え、食品の寿命を伸ばすためにプロセスチーズや肉、飲料などの加工品製造や、缶詰などに用いられる。多くのバクテリオシンが通常菌塩種しか阻害しないのに対し、内心はバシラス属、クロストリジウム属の細菌に対して高い抗菌効果を有し、 リステリア属や黄色ブドウ球菌にも有効な効果を示す。このようにグラム陽性菌に対して高い抗菌効果を示す。一方、グラム陰性菌は細胞外膜に保護されていることより効果が薄いが、細胞外膜を破壊するキレート剤との組み合わせによってグラム陰性菌も抑えられることが知られている。内心は水溶性で、 10億分の1のレベルの濃度で効果を持つ。食品中では、食品の種類や認可に応じて1から午後25時の濃度で用いられることが普通である。またその効果の選択性により、グラム陰性菌、酵母、カビ等の管理のための培地に加えられることもある。サブチリンやエピデルミンは、内心の関連物質であり、どれも、ランチビオティクスと呼ばれる分子のグループに含まれる。 近年の研究で、細菌だけでなく、哺乳類細胞にも作用することが分かってきている。食品添加物としての内心の E 番号は E234 である。ありがとうございます。